引き続きお邪魔しておりまーす。すいません、yeah.
ありがとうございました。またもこれ入れてもらってもらすいません、なんかね下品な笑いありがとうございます。なんかさ、どう捉えて伝わるかわかんないけどさ、すっごい凝り固まった普通の曲を普通に正確に演奏するより楽しいよ、私は。ああ、崩してるっていうのは分かります。いや、崩してる、いや、一生懸命やってたんだけど崩してるかどうかじゃないよりも、ね、なんで、じゃあここから今汗出てるじゃないですか。あ、ごめん、見えないこれを今、ろ過して塩ラーメン作ってもらいましょうか。ああそういうのはダメ。ダメ、冗談ですよ分かってる、本当やったら本当にもう刺してるよ刺してる俺も包丁今用意してる、ね、なんで俺の、ね、俺のさなんで俺の面白いでもいいよね、なんかさ決まりきった普通にさ弾く面白みもない男たちいるでしょ。それより楽しい、ね、やったあのほら、柏もさ東口にさ、あのね、結構しっかりさ、あそこあそこでいいけどね、つまんないよね、聞いててもね。あ、路上のだったら、いや、路上じゃないよ、ほら、あのほら柏神社のそばにさ、はいはい、あるじゃない、ちゃんとこういう演奏するところがあるんだ。知らない、なんか英語の難しいやつ。英語の映画館英語の難しいやつ。え、そんな、ちっちゃいよ、ちっちゃいよ。ジャズ、あ、ナディス、あ、ナディス、あそこで聞くよりこっちの方が楽しいよ。ありがとうございます。すごい褒め言葉なんだけど。ありがとうございます。あそこで聴いてるあのつまんない曲よりいいよね好みかもしれない、好みかもしれんけど、うん、でもよかった、ね、それなのにどうしよう、トイレ行ったら怒られるから考えたからもういいかな。もう僕は、僕はあのやってねは、いいよね、電池切れました。こっちよりいいよね。楽しませていただきます。染めちゃん電池切れちゃったって。あ、そう、じゃあやめたらもうやめたらいいいいよ。いやA 帰ってみるの楽しみだな。ああ、そこにカメラがあったんだ。カメラで録画してたんで、このヤバい感じが客観的に後で見て、どう自分の中で感触できるっていうのが楽しみです。俺も怖いわ。自分は気持ちよくやってたけど、実際気持ち悪かったりとか。とんでもないですよ。本当はさっき歌ったやつをノーバンソーでこれ焼いたかった。やりたかったんですけど、はい、ちょっとやっぱり無理があるかなと思っていやもうね、まあいいっすね、自由に崩せて自分なりに楽曲ぶっ壊しまくりがね、もうめっちゃ楽しいですよはい、いや、ついてきてくれてありがとうございます。こちらこそ、yeah、で、充電中いいよ。もうちょっとおしっこするよ。あ、じゃあもうはい、もう5時間も行ってない。おいで、電車は乗らないですか。みーちゃんもなんだ、おーもう僕は考えて考えなきゃいけない、何話しやがんのとかなんかで、やっとこようとかって頑張らないといけないし、頑張れ、え、曲覚えるのも頑張れ閉めて閉めて、誰も入んないよ。ミスチル全曲集なんていうものだったんですね。いらない、ともちゃん、いや、あいつはいいよ、酒飲む。ここここに歌える。激しいものが良すぎる。入りたい、つまんない。あの隣のデザート屋さんも閉まったかな。本当メニューください。あっちの方が良くないですか。合わせるのがちょっと難しいなと思った。あっちって何？これですか。あ、こっち。お、あ、いいけど、何やるの？それやってくれて、こっちでこれやってたらさ。じゃあみんなで太鼓叩いてもらおうかね。うん。徳武さんが叩きたいって。叩けない。壊した。あ、楽しみだな、次の曲。
じゃあ、染ちゃんなんか、そう、もうさ、雰囲気とか考えないで好きな曲歌えばいいのよ。ミスチル何が好きですか？あ、ちなみに私、28歳ぐらいまでミスチルがもう一番好きだった。じゃあ行きます。もう一番好きだったもん。もう結婚したいと思ってたもん、桜井さん。桜井翔じゃない、桜井翔じゃない、桜井さん。桜井翔じゃない。リズムは崩しまくります。ついてくよ、ついてくよ、うん。Oh,
出せるままの
ありがとうございます。了解しました。参考にさせてもらう。好きな曲を好きなだけ歌えばいいんだよね。だったら CD 聞くもん、ちゃんとした歌聞きたいと。それがないのがライブだからさ、その良さがあるじゃない。ああこの人がどう歌うんだろうっていうところ。いやいやいや、なんかそのどう歌うんだろうとかも思ってないの。だから真面目なのよ。まあまあ、そういうことも思ってない。その時のそのあれを聞いてるだけだから、全然批判とかしないし。ああでもなんかまあそうですね。飲まない。考えちゃう。すいません。めでくさいなそれ。森が入ってください。同じの森が入る2つ。中中、やだ、すごい恥ずかしい。恥ずかしいの。自分の入りたいタイミングで入っていいんだから。いい感じ。さあこうやって合わせる人がいるんだ。こうやって合わせる人が適当に合わせるんだ。ね？いいのよ。え？誰？何年何年のディスカバリーっていうの。あ、じゃあ知ってると思う。静かにうねる海。それ多分不倫の後じゃない。じゃあ不倫の後は私見てないもん。不倫ミッシェル桜井ちゃんの不倫の後は見てないから、ごめんなさい。でもぜひやって、やって好きな曲やってよ。来たよ不倫の後の曲。なんで不倫不倫。やっぱさ女性には嫌悪感あるんだ、あの不倫したっていうのも。ものすごいミュージシャンでもちょっと嫌だったよね。私桜井さん本当にもう大好きで結婚したいぐらい好きだったけど、あれは受け入れられんやったな、若い時にはね。今なら受け入れられるけど。一瞬でこういうなんかアルペジオ入れますよね。うん、じゃあはい、どうしよう。どんどん調子に乗っちゃってる。いや今日主役だからね。ありがとうございます。氷が入ってないとかクレームですか。クレーム氷が入ってない。大丈夫しーでThank you.
しめながら。
ちゃんがお金入れないから曲弾かないじゃん。違うよ、なんかやめてよ、あの昭和のカラオケボックスみたいな。歌ってよ昭和のカラオケボックスみたいな、やめてよ。俺ジュースボックスになって昭和お金入れないとダメみたいだよ。鈴木さんが知ってる曲を、うん、逆に知らない曲がいいと思う。知らない曲、うん、知らない曲がいい。いやでも今直近やってる曲は初見でも伝わるだろうと思って、初見目でさようならは、え、なんでわかんない、わかんない曲もあるんです、わかんない曲もあるんです、ごめんなさいね。ちょっと出し尽くした感があって、ね、じゃあ次ラスト、じゃあシーソーゲームやって、シーソーゲームやって、あ、初めてなんかあの指示をいただいたんで、僕はあの本当に幸せな人間だ、ね、聞いた、私最初さ、やっぱ不倫の後の歌だからシーソーゲームすごい嫌いだったのすっごい嫌いだったの、だけどさ、やっぱさ、許せるようになってくるといい曲だよね。綾瀬さんは許せるようになってくる感覚で、だからさ、やっぱ、うん、あの浮気をした男がやっぱシーソーゲーム歌うとさ、なんだよお前こんな歌なんだよって思うけどさ、で、ね、シーソーゲームあたりみんな嫌いになったよね、一回ね。シーソーゲーム、あれでもシーソーゲームっていつ、だからちょっと不倫した後ぐらいよ、してる時ぐらいよ。いやいやいや、でも許せるようになるんだ、40過ぎると。どういうことですか。なんか今元気でいい曲作ってるなら、それが正しい道だったんだなって思える、うん、結果を出すんだったらそれがいい道だったんだなって、前の女と付き合わない方が良かったんだなって。クラクラしい歌っていいんですか。クラクラしい、はい、島倉千代子クラクラしいって暗い歌ってことですか。あ、でも暗い曲の方がいいよ。暗い曲いっぱいあるんですけどね。それは、はい、決定。でももうそろそろもうラストソングに、うちの子ちょっともう、うん、ちょっともう明日学校なんで、次をラストソングぐらいにしてもらう。まだ学校あるのね。あるの。24日までか。そうなの。ねえねえ、もうおじさんの気持ちは。まあ明日やれば明後日休みだ。だけどまた学校だ。一日だけ。すいませんね、好き勝手やって。すいません。申し訳ない。スキル分かってるじゃないですか。あ、ミスルを。ミスルは。え、でも前の顔もかっこいいし。声もいいしね。声もいいし、顔もいいしね。性格もいいしね。悪いとこないよね。え、声いいって言ってくれますよ。ちょっと似てるなと思ったよね。Go.
やだね来てくれと思った
楽は一人でやるものではなく、まあ、聞いてくれる人がいるっていう大前提があって成り立ってるなんて、まあ俺が語るまでじゃないですけど、で、まあ、てんちゃんと出会い、あの、こういうお客様と出会い、お客様たちと出会い、そうですよね。あの、あと、すみません、なんか、かっこつける言葉みたいな、変な、一個持ってまして。でも、あ、なんだろう、なんでいきなり音楽の話。でも、残念ながら、音楽は、銃弾を止められない。戦争を止められないとか、誰の空腹も満たせないっていうなんかテーマがありまして、誰のお腹も満たせないし、戦争を食い止めることもできない。でもそんな中一生懸命やっていくことが、まあ、こういう半径5メートルで生きてる我々、まあ、社会人というか、なんかそういうので一生懸命やってるんで、あの、なんていうんですかね、ちょっとなんかかっこよく変なかっこつけるし、変な響きになってますけど、あ、でも今日はレッシュでした。でもさ、原点に戻るとやっぱりもう歌と踊りしかないんだよね。あ、人間の喜びってもう歌とダンスしかないんだ。だからこれなんだよ、このマークなの、この人たち。戦争をしてもやっぱり自分で歌は歌えるんだもん、楽器がなくても。これとこれで手足になったり、そう、心、腹は満たせなくても心は満たせられるんだもん、そういうこと言えばよかったんだよ。いや、でも、なんか、でも本当に原始的なこの行為であり、そういうところで言うと、でもまあ原始的な行為であるんだが、ちょっとまあそうですよね、現代ではそうやってちょっと困難とかなんかあるけど、まあ頑張っていきましょう、じゃあ。ちょっと変な話、まあでもなんかすごいみんなができることって、あ、そうか、そのまま爆発しとけばそう、なんか気にしなきゃ一番いいよね。好きにやって、やりっぱなしで最後にごめんなさいが一番いい。それが一番いいと思う。もっと下手くそな演奏、この間から聞いてるよね。しかも、2万いくら払ったよね。高かったよね。でも下手くそやったよね。そういう考えたらね、まあ、ちょっとまあ伝えたいという意味で、ちょっと曲すごい良かったよ、今日曲中にこう、ね、まあ良かったすごい良かったね。そのバンド外して繰り返して同じ歌詞をリフレインするとか、まあ、大事なことだ。細かいことはいい。ごめんなさい、ごめんなさい。でもさ、曲だけは決めといたら一番良かったよね。で、目くばせで、いや、無理です。あのね、打ち合わせすることが無理です。なぜなら、その人が多忙だからです。無理です。私たちが来る間、1時間できたんですよ。この曲やるって言って、エリアいいだけなんだよ。ね、じゃあ覗きに行かなくて済んだもんね。そうそう。あ、次回が楽しみだな。やった、次回があるんだ。次回のその辺、今日ホテル行くの？ん、今日ホテルに行くの？うん、そう、3時間5800円。今日身代わりをドリちゃんと行くの？頑張って、頑張って。私たち間に合ってるね。俺は間に合って音が出てる。せーの、お、いい音が出るね。よかったね。全然酔っ払ってないでしょ。大根呼ばなきゃいいでしょ。お大根を呼べます。お大根でも私たち帰っていい？どんな？デザートがあるよ。あ、デザートが来るわ。じゃあちょっとトイレ行こう。今トイレに行くかどうするか悩んでた。よかった。どうでした？3時の部と最後の部どっちが良かった？3時の部はいなかった。あ、いなかったんですか。6時ちょっと前から来ました。5時なんだ。もう一人うまい方がいた。ああ、すいません。ラムレーズ食べます。ごめんね、なんか当たるとうるさくしちゃって。持って帰ります。娘になんかラムレーズらしいよ。おいしそうだよ。今日は決まってる。トイレがしっとり。路上は当たらないですか？路上はバンバン歌ってます。あ、そうそう。あれ、歌唱で？はい。あ、本当。あれ見てないよね。見たことない。うん。結構来てるんですけどね。あ、そか。5年前から頻繁にやってまして。何曜日？最近やってません。曜日も決めてません。仕事の仕事の。はい。いや、でも結構そういう地道な努力が。事務所入りしてる人が増えるから。
大ワース行っちゃうんです大変だわ。あ、落ちちゃった。ね、おじはね、生産性が生産を生み出さないすごい仕事に繋がってるから仕事に前の席でなんか偉そうにしちゃったけど大丈夫、失礼しました。